86勝0敗2分けということで、えー、いっぱいもしてないですね、今月は。先月はいっぱいしたような気がする。あ先月いっぱいしてますね。はい、今回は0敗です、まあ。つまり全勝ということですね。全勝。まさに無双。はいまあ、結論無双で、無双状態が2年以上続いてます。えこちらですね。 だからマイナスがないですからね。マイナスがない。マイナスがない。マイナスないっすよ。月でマイナスで出た月がないっすよね。うん。これやばないですかね。やばいと思うのは僕だけでしょうか。ほ本当に、まあ、あの、月でマイナスないですからね。 まあ検証を始めたのが2017年かも2017年の10月からですね、えー、始めましてまあこの月から検証を始めた月ももちろん勝ちで終わってるんですけどもどうですかねまあまだ信用しないという方もいると思うんで鷲津さんが死ぬまでね死ぬまでかわかんないですけど、まあ、ずっとこれは続けていきますんでまあおごってほしいですねそろそろ <laughs> そろそろおごってほしいすね まあこれはけあの始めたあ企画としてはその1回でも負けたらおごりますよとあのなんだなんかおごりますみたいな話だったんですけど1回だけ負けたかなで1回おごってもらったような記憶があるんですけどそううん まあちょっとそろそろもうまたおごっていたもうもう負けないからね <laughs> もう負けないからなんだっけな、ね、一回でも負けたらっていう一回でも負けたらっていう一あそうあそうだ一日の収支ですね一日の収支がマイナス出たらそうだそうだそう一日の収支でマイナス出したらおごってもらうっていうやつですね、はい、そのこれは一日っていうかねあれ全体の いいっぱいとかですけど要は一日で全部プラスにしていくっていう話だったんですけどでまあ一日全部プラスだったらまあドアが開いても月プラスなんですけど一日だけマイナスを出したことがあってそれをおごってもらったっすね。そうそうそうまあ一日マイナス出しても結局月トータルでプラスまあその月もプラスでしたけど、まあ、そんな感じでまあ完全無双状態だと思います。 ということで、えー、2019年11月も、えー、プラス収支で終わっております。以上で報告を終わります。